こんにちは、フィーフィーです。ヘルチャイナ、中国は今まるで地獄のようなありさまだと日本のメディアが報じています。ネットのニュース記事ではよく地獄の韓国、ヘルコリアという言葉が使われるんですが、中国も今やはり地獄です。 中国で一体何が起きているのかというと、賃金の未払いが多く発生していて、中国の各地でそれに抗議する労働者のデモやストライキが起きています。中国で抗議活動をすれば当局に拘束されますから、もう日本でデモをするのとはわけが違います。賃金未払いで生活できません。怒りと不満が高まった人たちが街に繰り出してプラカードを持って声を上げています。 しかもその絶望の声が中国全土に広がっていると言います。習近平政権はこうした状況に危機感を強めています。中国では今、最低限の生活すら送れなくなった人々がすごい勢いで増え続けています。つまりこうした状況がヘルチャイナ、地獄の中国ということです。11月20日、厚生省吉安市にある工場では、 従業員が一斉に集団ストライキを行いました。ストライキに参加した従業員は数千人だったそうです。これ SNS 上にはその様子が流れてくるんですが、中国のメディアは情報統制に入っていますので、中国国内では報道されていません。こうした情報も中国にいる現地のジャーナリストによって伝えられます。で、ストライキに参加した人々ですが、 彼らは口々にずっと給与が未払いでローンを払えない生活が追い込まれているから何とかしてくれと訴えていました。実は中国では今年に入ってから工場の操業停止や閉鎖が相次いでいてそのために多くの労働者が解雇されました。それ以降彼らによる抗議運動が急増しています。 デモに参加している人の多くは出稼ぎ労働者ですが、最近では病院勤務の看護師やバスの運転手などの間でも抗議運動が広がっています。また今年5月には河南省で教師34人が4年近くも給与が払われていないとハンガーストライキを行いました。 香港の NPO 団体によると今年1月から5月までに中国で起きたストライキは2016年以降で最も多かったそうです。ただ先ほども言ったように中国メディアが民衆による抗議活動のことを報道することはほぼありません。というか抗議運動が発生しても 当局がすぐに妨害に入るので、実際にどれだけ中国全土で抗議運動が起きているのか、実態がつかめていないんです。まあ、それでも小規模な抗議活動などを含めれば、今年に入って数千件起きているのではないかということです。ちなみにこれ、給与が未払いだ、何とかしてくれと求めるためのデモだけが起きているわけではありません。 そもそも中国経済が悪化していることに対する不満が大きくなって、中国政府に訴えているような運動も起きています。中国経済ですが、GDP の3割を占める不動産分野が今大変なことになっています。不動産バブルが弾けました。そして輸出も振るわないし、内需も落ち込んでいます。 中国はこれまで世界の工場として成長してきただけに中国の輸出が傾くと中国経済全体に影響します。工場や製造メーカーは仕事が激減します。まあだから工場なんかで労働者が大量にリストラされるわけです。給与未払いのまま働かせたりというひどいケースもありますがそもそも 給与を大幅にカットされるなんてことが当たり前に行われています。しかもそうしたひどい扱いを受けている労働者の多くは出稼ぎです。中国は地方出身者に対する差別が激しいんです。 彼らの中にはもう2年近く賃金が払われていない人までいるそうです。こうした訴えやストライキなどの様子は SNS に投稿されても中国当局によってすぐに削除されてしまいます。抗議活動の様子がネット上で拡散すればこうした運動がもっと広がるからです。中国当局はそれを恐れています。 削除しても削除しても人々は諦めずに SNS に自分たちの抗議の声を投稿し続けています。もうどうせ失うものもないからでしょう。生活がどん底でこの先生きることも精一杯な状況です。ただ中国政府も一応対策に乗り出してはいるそうです。先月から北京市をはじめ 各地で賃金滞納撲滅キャンペーンをスタートさせたそうです。こうしたキャンペーンは今回が初めてではありません。特に今年は力を入れていて、各地で当局が未払い業者の調査を行って、経営者を逮捕しているそうです。ただ、これが賃金未払いの対策として効果があるのかわかりません。払えと言っても、野党側も払うだけの余裕がないんです。 中国の出稼ぎ労働者ですが、3億人近くもいるそうです。旧正月になると地元に帰省するんですが、今年はお金がなくて帰省できません。こうしたことが不満を増大させています。ちなみに、今ずっと出稼ぎ労働者の話ばかりをしてきましたが、 中国では今、労働者に限らず、もう看護師や教師といった専門職、さらに就職難にある若者などの間でも不満が高まっています。若者たちはあの手この手で当局の検閲をかいくぐって不満を SNS に次々と投稿しています。一見普通のもう日常をふざけて撮ったのかなと思う画像の中にも、政権に対する抗議のメッセージが込められています。 中国当局はこういった投稿に目を光らせています。こうした人々の不満が大きな流れとなって一気に習近平政権に向かうかもしれません。そうなればまたかつての天安門で起きたようなことにまで発展するかもです。ただ中国経済の悪化を食い止めることができない中国政府は今人々の声を抑えつけることだけに必死になっています。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして「ーフィーチャンネル」の登録もお願いします